グリーンプラザ高槻は大阪府高槻市の中心部に位置する JR 高槻駅の南側にある商業施設。国鉄高槻駅南口前の再開発事業の一環として1979年に開業。1号館から3号館の計3棟からなる。1号館は複合ショッピングセンターで3棟の中で唯一日本ショッピングセンター協会に加盟している。 地上6階建てでパチンコ屋のリッツ高槻店が地下1階に入居するなど45の専門店からなる。2号館は百貨店。大丸松坂屋百貨店が運営する松坂屋高槻店を主体とする施設だが、その松坂屋高槻店の存在感が大きいため、この施設の本来の名称であるグリーンプラザ高槻2号館の故障はあまり用いられない。 大阪府にはかつて、松坂屋がもう2店舗存在したが、両店舗とも2004年に閉店。以降は、大阪府唯一の松坂屋の店舗となっている。なお、現在は、合併により、大丸松坂屋百貨店の運営となり、かつ大丸京都店の分店扱いとなっている。また、地上6階地下3階建てのフロアのうち、5階は閉鎖、及び運営から外れたため、 現存しないという扱いとなっている。3号館は事実上の雑居ビルで、この施設に至っては公式サイトが存在しない。確認できる1号館と2号館のみ掲載する。他ほか、ありがとうございます。